福武電気鉄道で、ハ20系電車は、福井鉄道の前身事業者で、後の福井鉄道、福武線に相当する路線を付設、運営した福武電気鉄道が、1933年より導入した電車である。福井鉄道発足後の1947年に、形式称号を模ハ60型と改め、さらに1968年に2両が2車体、 連接車に改造されて160型と形式区分された。モハ60型として残存した車両は1971年まで、連接車160型に改造された車両は1997年まで、それぞれ運用された。以下、本校では福武電気鉄道でハ20型として導入された車両群を本形式と記述する。 福井県冷北地域の都市間鉄道を輸送を目的に発足した福武電気鉄道は1920年9月に南城郡武雄町より福井市に至る地方鉄道法に基づく鉄道路線の不設免許を取得1925年6月に武府新福井新館 17.8km が全線開通したただし終点の福井新駅は 福井市の中心街の手前を流れる阿諏訪川の対岸に位置していたことから、ついで福武電気鉄道は福井市中心部への路線延伸を計画した。1927年10月に福井市により北郡に街道上に平洋軌道線を付設して国有鉄道の福井駅に至る軌道法に基づく延長線の特許を取得。1933年10月15日に 福井新大鉄軌道を分解点福井駅前下 2.0km が開通し、福井市中心部への乗り入れが実現した。この福井市内軌道線の開通に際しては、軌道線区間専用の高床式小型二軸、ボギー電車で、ハ 20K21.22 の2両を日本車両製造東京支店にて、申請、軌道線開通と同日の10月15日付春工届でにて、 運用を開始した。翌1934年には、日本車両製造本店にて、申請した、デハ23デハ24の2両が増備され、本形式は、計4両となった。本形式は、当初より、機動線区間に限定した運用を前提に設計、製造されたため、車体長14から15メートル程度を標準とした。 従来車よりも小型の10メートル級半構成車体を備え、福井新福井駅前間の区間運転に充当された。車体長9400ミ、mm、リメートル、車体幅2400ミ、mm、リメートルの構え体主要部分を普通構成とした半構成車体を備える。一段落とし窓式の窓構造や腰高な窓位置などは1930年に導入された。 同じく日本車両製造製のデハ重計とも共通するが、前述の通り本形式は、機動線区間の運用を考慮して、小型車体を採用したため、各部寸法は全く異なる。前後つま面に運転台を備える、両運転台構造を採用。つま面形状は、極率 8000R の緩い円弧を描く、丸つま形状とし、690mm 幅の、 前面窓を3枚均等配置した。全小灯は、つまめん腰板中央部に前後各一灯。後部標識灯は、つまめん腰板下部の向かって左側へ前後各一灯。それぞれ設置した。つまめん中央窓上部の幕板部には、行き先表示幕が設置されたが、これは、後年埋め込み撤去されている。その他、平用軌道区間における運用を考慮して前後、 爪面の連結器直下には救助網を設置した。側面には7 5 0ト、mm、ル幅の片階式客用扉を片側2箇所設置し、客用扉間には6 9 0ト、mm、ル幅の側窓を7枚配置した。各客用扉の直下には内蔵ステップを設置し、客用扉及び飛ぶクロブに相当する箇所の車体裾部が一段引き下げられているほか、 平用軌道区間における路面からの乗降を考慮して、各客用扉には一段を折りたたみ式の外付け乗降ステップが設置された。また客用扉の外方、乗務員スペースに相当する箇所にも 690mm 幅の側窓を前後各1枚設置し、側面窓配置は 1D7D1 である。各社の屋根上には、通風機としてお安計ベンチレーターを屋根部左右に、 各3機、1両あたり6機設置した。車内は、ロングシート仕様で、側間ド上部には二棚を、天井部には吊り革をそれぞれ設置した。また、天井部には白熱灯仕様の車内照明を1両、あたり3機、合わせて設置した。制御装置は、福武電気鉄道においてはすでに前述した、デファ重型にて、総括制御が可能な関節非自動制御方式が、 採用されていたが、本形式は、平用軌道区間における炭鉱運用を前提に導入されたため、構造の単純な直接制御方式を採用、芝浦製作所 RB-200、B 直接制御機を前後運転台に、各1機搭載する。主電動機は同じく、芝浦製作所製の直流直巻電動機を採用、各台車の内側軸へ1両あたり2機搭載する。台車は、 中高組立型の軸ね式台車である日本車両製造 C-9 を装着する。日本車両製造 C 型台車は日本車両製造が路面電車及び小型郊外電車向けに設計、製造した台車形式であり、本形式が装着する C-9 台車の固定軸間距離は1500 m m 車輪径は860 m m である。制動装置は SM-3 直通空気ブレーキを常用制度として使用、手用制度を併設する。終電装置は通常の皮脂型パンタグラフを1両あたり1機搭載したが、後年小型の皮脂型パンタグラフを聖高型のパンタグラフ台座を介して搭載する形態に改められた。前後つま面には波形自動連結器を装着する。ででは、 復元バネを省略した簡易型連結機しようとしたが、デハ23デハ24は、シャローン式下作用系の一般的な波形自動連結機に変更された。また、本形式は単行運転を前提に設計、製造されたことから、前後つま面には連結機のみを装着し、ジャンパ製やブレーキ管などは一切省略された。導入後は、福井新福井駅前間の区間。 運転専用車両として運用された。開通当初の軌道線は、竹尾新方面からの直通列車は設定されず、福井新にて、軌道線への乗り換え連絡輸送が行われた。間もなく、軌道線区間は、福井新福井駅前間の折り返し運転に加えて、竹尾新方面からの列車の直通運転も開始され、連絡輸送は解消した。太平洋戦争の激化に伴う、 戦時体制への移行により、陸上交通事業調整法を背景とした地域交通統合の時流に沿う形で、福武電気鉄道は、南越鉄道、鯖浦電気鉄道の2社を相次いで、九州合併し、福井鉄道と社名を変更した。合併に際して、福井鉄道は、非合併事業者各社の保有する鉄道車両を継承したが、一部の車両形式にて、 記号番号の重複が生じたことから、終戦後の1947年8月15日付で、全車両を対象とした、形式称号改定が実施された。この大改版に際して、本形式はモハ60型と、形式称号を改め、記号番号は、9番順にモハ61モハ64と変更された。 1948年6月に発生した福井地震において、モハ61が福井駅前にて被災し車体を全焼した。モハ61は同時に被災したモハ1 0系1 1ともに修繕のため大阪、広瀬車両へ送られ、同年12月に焼損した車体を修復する形で復旧された。修復に際しては、 外反の張り替えが施行されて構えからだが全溶接のノーリベット構造となったほか、側窓構造が原型の一段落とし窓から二段上昇窓に変更され、また屋根状の通風機がガーランド型ベンチレーターに交換された。その他、後年前者を対象に全小灯の屋根上への移設、後部標識棟の増設など、小改造が実施された。1967年に、 福井鉄道は鉄道線区間の輸送力増強を目的として本形式を鉄道線区間へ転用することとした。従来本形式が運用された平用軌道区間には北陸鉄道より同社金沢市内線にて運用されていた路面電車系車両を譲り受け平用軌道区間専用車両として導入した。前期に形式の導入に際して 本形式は台車を竹式より転用した加藤ボールドウィン、加藤 BW などと呼称される加藤車両製作所製のボールドウィン A 型タイプの釣り合い両式台車に換装し従来装着した日車 CE-9 台車をモハ500系、モハ510型へ転用した。鉄道線区間転用後の本形式は主に福竹線、サバウラ線にて運用された。 1960年代後半より、福井鉄道は輸送力増強のため従来、炭鉱運用が主であった、在籍車両の二両固定編成化改造を順次、施行した。多形式と比較して車体が小型で収容力の劣る、本形式もその対象となり、モハ61模ハ62の固定編成化改造が1968年11月に、施行された。ただし、 モハ61モハ62については、他形式とは異なり、2車体3台車構造の連接車化、および構え体の改造を伴う、大規模な改造となった。車体は、連結面となる、側の運転台を完全撤去して客室化したほか、前後つま面を、屋根部を含め、かまぼこ形と形容される切り妻形状に改めた、上で、前面窓を細いピラーによって区切った2枚。 窓構造とした。この前面窓部分には、草加端部付近を支点とした5度の後継角を設けた。前照灯は、全面膜板部へ露出して取り付けられ、後部標識灯については従来、道理前面腰板下部の左右に、角板を設置した。連結面には貫通路及び、貫通ホロを新設し、窓は省略された。側面については、 客用扉が 1000mm 幅に拡幅されたほか、運転台部分に乗務員扉が新設され、1両あたりの窓配置は DD7D1 と変化した。その他、客用扉の自動扉化、車内木部の更新、車内放送装置の新設など、接客設備の体質改善が施行された。主要機器面では、連接車化改造のほか、制御方式を 関節非自動制御に改め、主電動機を芝浦い水 -131A に交換して、両端台車に各2機1編成あたり、計4機搭載、制動装置は SME 非常直通ブレーキに改造した。固定編成化に伴い、主要機器の配置は模波 61A、電動発電機及び電動空気圧縮機など、補助機器を模波 62A、 制御装置及び抵抗機など主回路機器をそれぞれ搭載する形態に改められた。台車は両端部、連接部とも改造以前からの下等ボールドウイン台車を装着した。その他、平洋軌道区間における信号制御の都合からも波61のパンタグラフは撤去され、一編成あたり一機搭載となった。改造後の模波61模波十2は百六十型と、 形式称号を改め、記号番号は、福井新向き戦闘車となる、ハ六61がモハ百16 161から2、竹府新向き戦闘車となる、ハ六62がモハ百16 161から1とそれぞれ、改版された。なお、モハ百16 161から2固有の側面窓構造や、ベンチレーターなどには手を加えられなかったため、モハ百16 161から1との外観は統一されず、 もは161から2の震災被災復旧者としての特徴は連接車化改造後も残された。連接化改造の対象から除外されたもは63もは64のうちもは63は1969年に電送品及び運転関連機器を撤去して付随者、サハ 60K63 と形式、記号番号を改めた。付随車化に際しては、 台車が BW78 から 25A に交換されたほか、搭載する制動装置をス非常直通ブレーキと交渉したが、実際は原型の SM-3 直通ブレーキのままであり、また前後つまめへのブレーキ管の追設も行われなかったため、原車は純然たるトレーラーであった。唯一原型のまま残存したモハは前日モハの解除に、 ともなっても、ハ63と、改番され、サバウラ線にて運用された後、サバウラ線を打にした中間の部分廃止に先立つ1969年9月に、余剰廃車となった。また、サハ63についても老朽化を理由に1971年9月に、廃車され、二軸ボギー構造で損置された二両は全廃となった。一方、160型は主にサバウラ線から、 福武線福井方面への直通列車運用に充当され、1973年9月のサバウラ線前線廃止に際しては、特別装飾を施し記念列車として運行された。サバウラ線廃止後は福武線に再転属し、1981年には、台車が日車ボールドウィン型と称する、日本車両製造製のボールドウィン A 型タイプ台車に、 主電動機が三菱電機メガバイト -64C にそれぞれ乾燥された。その後は1985年にワンマン運転対応改造が1989年に模百161から1への下取り用パンタグラフの増設が1992年12月には自動列車停止装置の車上装置取り付けが順次施行された。 後年の新型車両導入に伴って、小型車体ゆえ、多形式と比較して収容力が劣る160系の運用機会は減少したものの、160型は、福井鉄道にて、平成年代以降に在籍した車両形式では、唯一の間接非自動加速制御車であったことから、間接自動加速制御仕様の多形式と比較して、運転操作が容易である点が変われ、 新人乗務員の運転教習用車両としても用いられた。その後、160型は600系の導入に伴って代替されることとなり、1997年9月14日と翌15日の2日間にわたって退役記念イベントが実施された。160型も、派161から1も派161から2は、同年9月17日付で除籍され、これにより、 福武電気鉄道で、波20型として導入された、車両群は全廃となった。生体保存される、もは161から1除石後、160型はもは161から1もは161から2とも解体処分を免れ、編成を1両ずつに分割し、それぞれ生体保存された。もは161から1は、個人へ上とされ、 越前市の旧南越線村国駅跡にて生態保存された。一方、モハ百16 161からには、同社がモハ六61として運用されていた当時に、福井地震によって被災した震災復旧者であったことから、福井市へ譲渡され、福井市立美術館に隣接する下馬中央公園にて生態保存された。こちらは保存開始から十五年以上を経過して、 車体各部の痛みが進行したため、福井市は2014年度に修繕のための予算を計上、車体の修繕及び再塗装、並びにも派161から2が、福井地震の被災車両である旨を説明する案内表示板の更新を行った。2015年と2016年の6月には、震災記念日に合わせ、車内内部公開が行われた。ありがとうございます。